バレージアのマミーダブルデッカー、マミーシェフスパイシーチキンしいたけフレーバー、揚げ麺に粉末スープと火薬フォークがついています。麺は細い角断面で、油の揚げが浅いのか白く柔らかめで、食感は軽いです。あまり自己主張する麺ではありません。スープは透明感がある淡い色で、基本的にはマイルドで優柔不断な味です。旨味はやや人工的ですが十分以上です。唐辛子のチリチリした散発的な刺激が結構強いですが、このおかげで最後まで飽きずに食べられます。乾燥した椎茸の香りが強く、ちょっとワートらしさを感じます。マレーシアのカップ麺としては珍しく具が入っており、椎茸はかさよりも軸の部分の方が多いです。マミーシェフシリーズの中ではちょっと単調で、面白みに欠ける製品です。